どうだ、仕事の調子は。ああ、そんなことに気をつけていたのか。そうか、それは何よりだ。それじゃ今日もバーを頼むぞ。浮かんでくるかもしれないわ。
京一郎、待たせたな。休憩に行っていいぞ。Thank you.
しておいた方がいいですよね。そうですね、富ヶ谷さんは分かりませんけど、キサラギさんは私とマナさんが一緒にいるときにこちらを見ていることが何度かありました。はい、それに関してはあまり自信がなくて、本当に一瞬だったのでお話ししていませんでしたが、ちょうどマナさんが視線を感じるとおっしゃっていたのは、こんな感覚だったのかもしれませんね。それでしたら、ご本人に聞いてみるというのはいかがでしょうか。そうですね、マナさんを見ているのはあなたですかって。
ありますけど。それなら京一郎さんが最初ですね。すごいです。そうね。多分さ、カジノよカジノ。家具屋さんがいるからな。あ、でもそれを言うなら、このバーには渚ちゃんという看板娘がいるんだし、から客を取られるっていうのも変な話じゃない？何よ、私の方が魅力がないっていうの？かっこいいもんな。ああ。ああ、終わったな。暗い海にか？好きにしろ。ああ、もういいぞ。船旅をゆっくり楽しんでくれ。
ごめんなさい。そういう方とお知り合いではないですし、時間が時間ですので、また明日おいでいただけると助かります。そんなまた騙そうと。京一郎さんですか？まるで気づきませんね。ごめんなさい。すみません。あ、でもどうしましょう。明日ではいけないでしょうか？わかりました。それではちょっと待ってくださいね。お待たせしました。どうぞ京一郎さん。それよりも、百瀬さんは私がこの船に乗っていて、さぞかし驚かれたでしょうね。